ナショナルズの本拠地ナショナルズパークです。メジャーリーグファンの皆さん、こんにちは。今日はここナショナルズパークから大分対シカゴホワイトソックスインターリーグの応援をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあ試合が始まります。大分、ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。ファーストの守備につきます。菊池、メジャー10年目のシーズンを迎えます。センター、ホワイトマン、メジャー17年目のシーズンを迎えます。大分のスターティングピッチャーは山本。リードオフバッターはジェリー・オーエンス。現在打率は2割6分8厘。さあ1球目ストライクから、縦のカーブはボール、真ん中落ちました。セカンド掴んだ、ワンアウトです。オーエンス内野ゴロに終わっています。バッターは AJ ピアジンスキー。メジャー通算2塁打250まであと8と迫っています。現在打率は2割3分7厘。これはピッチャー正面、高く跳ね上がった、一塁転送、ツーアウトです。ピアジンスキーが内野ゴロに倒れました。バッターカルロス・クエンティン、現在打率は2割5分6厘。一塁へ、クエンティンライト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁。ストライク決まった。第2球は決まった、ストライク。一塁へ牽制、ショート掴んだ、一塁へ送る、スリーアウトになりました。1回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。山本、まずまずの立ち上がりです。ホワイトソックス、スターティングラインナップが出ています。ホワイトソックスのスターティングピッチャーは各勝投手、マーク・バーリー。これから攻撃に入る大分、今シーズン絶好調のイチロー、現在の打率は3割3分8厘。さあ1球目ボールから、空振り、ワンストライクワンボール。第3球は真ん中打った、あっとこぼした、二塁へ、記録はエラー。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、現在の打率は3割3分2厘。一塁牽制、内角低め打った、サード落下点、掴みました、アットランナー飛び出している。今シーズンは好調なバッティングを見せる菊池、まずは一塁牽制、一塁へ牽制、一塁へ牽制、レフトボール際、どうだ、ホームランです。ホームランが出ました。今シーズン第3号先制ツーランホームラン、ナショナルズパークに叩き込んだ、見事に初球を捉えました。大分、大分2点先制、そして今ゆっくりとホームイン。バッターは大谷、現在シーズン本塁打数2位につけています。カットボール打った、伸びる、さらに伸びる、入りました、ホームラン、ホームランです。35号ソロホームラン、バックトゥーバック、2者連続ホームラン、初球を完璧に捉えました。これがホームラン数トップに並びました。3対0大分、リードを3点に広げました。今ホームイン、今シーズンは好調なバッティングを見せる庄司、6月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在打率は3割1分3厘。さあボール1から、外れた、ボール、そして4球目、アウトサイドコーナー打った、セカンド取った、2アウト、庄司セカンドゴロに倒れました。今シーズン絶好調のダン、初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクから、カットボール打った、ファールボール、ボール1つ外した、2ストライク1ボール、ボール外れました。さあ平行カウントからスライダー打った、ファー、ダン、粘ります。次が6球目、
ム。カーブ打った。サード取った。記録は内野安打。さあこれで2アウトランナー1塁。バッター今村。さあインサイド厳しいところ、まずは初球決めてきました。チェンジアップ打った、取りました。3アウトです。1回の裏が終わって3対0大分先制点を挙げています。3点を追いかけますホワイトソックス。先頭バッターは DH ジム・トービー。メジャー通算550本塁打まであと7本です。現在の打率は2割を下回っています。伸びる伸びる、まだ伸びる、入りました。ホームラン、ホームランです。トービー今シーズン第3号ソロホームラン。ナショナルズパークに叩き込んだ。縦のカーブを見事に捉えました。現在打率は2割6分6厘。内角ギリギリいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクからファースト掴んだ。一塁ベースを踏んでアウト。ワンアウト。第ファーストゴロに終わりました。バッターはアレクセイ・ラミレス。今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割2分3厘。ツーアウトです。ラミレス内野ゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるウィルソン・ベテビット。現在打率は3割3分3厘。さあ2球目、縦のカーブ打った、取りました。3アウトです。2回の表が終わって3対1ホワイトソックス。この回1点を返しています。これから攻撃に入ります大分。今シーズン絶好調のマット・タップマン。現在打率は3割飛んで5厘。ピッチャー掴んだ。ワンアウト。タップマンピッチャーゴロに倒れました。バッターホワイトマン。現在打率は2割7分7厘。内角低めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、アウトサイドコーナー打った。セカンド掴みました。ツーアウトです。ホワイトマンセカンドライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー。今日早くも2回目の打席を迎えます。さあ1球目ストライクから、アウトサイド空振り。早くも追い込んでいます。1球外してボール。空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。2回の裏が終わって3対1大分2点。ホワイトソックスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番クリス・ゲッツ。現在打率は2割飛んで2厘。流し打ちは取りました。ワンアウト。山本レフトフライに打ち取りました。バッターはジェリー・オーエンス。現在打率は2割6分7厘。三遊間ライナー破っていった。オーエンスレフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁。アウトサイドコーナー見送ってストライク。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、縦のカーブ打った。セカンド取った。一塁送球、一塁アウト。ダブルプレー成功。スリーアウトになりました。3回の表が終わって3対1大分2点リードは変わりません。大分この回は2番からの好打順です。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ。第1打席はサードフライ。ワンワンセンター前クリーヒット。リュウセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。今日ヒットを放っている菊池、前の打席は先制ツーランホームラン。今日2打席目。さあ1球目ボールからインサイド引っ張った。サード掴んだ。大谷前の打席は追加点となるソロホームラン。今日2打席目。第2球はアウトサイド打った。セカンド掴んだ。今シーズン絶好調の庄司、6月に入って早くも5本のホームランを放っています。今日2打席目。ボールインサイドへの変化球。一塁へ牽制球を送りました。さあボールワンから直球見送ってストライク。直球打った。右へ切れたファウル。一塁牽制。スライダー打ったファウル。インサイド打った。二遊間抜けた。ヒッ
初球ストライクから打った、引っ張った、これは左に切れました、ファール、空振り三振、出す、全くタイミングが合いません。二塁までランナーを進めましたが得点には至りません。序盤終わって3対1大分、試合はこれから4イニング目に入ります。この回の先頭バッターはカルロス・クエンティ、現在打率は2割5分8厘、その間に打ったランナーは2塁へ、クエンティ右中間深々と破っていきました。ホワイトソックス今日4本目のヒット、そして迎えるバッターは注目のボール・コラーコ、今シーズンすでに2本のマルチホームランを打っています。現在5試合ヒットが続いています。ショート掴んだ、ワンアウトです。前の打席はホームランのジム・コービー、メジャー通算550本塁打まであと6と迫っています。今日2打席目、カットボール見送ってストライク、第2球は縦のカーブ見送ってボール、あーっとキャッチャー取れない、クエンティンその間に3塁へ、さあバッティングカウントになってストライク、ツーツーピッチから内角低め打った、入れば同点、どうだ、ホームランです、ホームランが出ました、第4号同点ツーランホームラン、コービー2打席連続のホームラン、縦のカーブを見事に捉えました。サンタさんホワイトソックス追いついた、そして今ホームイン、バッタージャーメイン大、最初の打席はファーストゴロ、アウトサイドコーナーストライク、さあ初球ストライクから引っ張った、スタンドに入りました、ファール、一つ外してボール、ツーストライクワンボール、レフトポール際どうだ、ホームランです、ホームランが出ました、第12号ソロホームラン、バックトゥーバック2者連続ホームラン、縦のカーブを見事に捉えました、非常に一発を放ちました。バッターアレクセイ・ラミレス、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。最初の打席はサードゴロ、ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます、トムコ今日2番手としてマウンドに上がります。まずは1球目、ボール、アウトサイド完全に外れた、ノーストライクワンボール、さあワンボールから、アウトサイドコーナー空振り、バットが空を切りました、ワンストライクワンボール、第3球はボール、低めわずかに外れた、ワンストライクツーボール、さあ4球目打ちました、ツルズ飛びついていく、サードから一塁送球、ツーアウト、ラミレス内野ゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるウィルソン・ベテビット、現在7試合ヒットが続いています。スライダー見送ってストライク、そして2球目、シュート打った、一塁を取りました、スリーアウトです。4回の表が終わって4対3ホワイトソックス1点リードに、1点を追いかけます大分、先頭バッターは7番今村、今日2打席で高い倒った、取りました、今村レフトライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるバットタップマン、最初の打席はピッチャーゴロ、外のボール球打った、ショート取りました大分、あっという間にツーアウト、タップマンショートライナーに終わりました。次のバッターはホワイトマン、これが2打席目になります。右サイドコーナー空振り、チェンジアップが打てません、さあ初球空振りから引っ張った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトになりました、最後はグランドボールに打ち取る。ホワイトソックス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番クリス・ゲッツ、現在打率は2割飛んで1厘、ワンアウト、ゲッツ内野ゴロに倒れました、前の打席でヒットを放っているジェリー・オーエンス、現在打率は2割7分、打ったバットの先、セカンド取った、ホワイトソックスあっという間にツーアウト、オーエンスセカンドゴロに倒れました。バッター AJ ピアジンスキー、メジャー通算2塁打250まであと8と迫っています。現在の打率は2割3分5厘、さあ1球目ボールから、決まったストライク、そして3球目、引っ張った、一郎掴みました、スリーアウトになりました、最後はライトフライに打ち取られました。5回の表、大分この回は打順よく1番からの攻撃です。今シーズン絶好調の一郎、
は3割3分3厘。ツーシーム見送ってボール。さあ1球目ボールか。カーブ打った、二遊間抜けるラインドライブ、牛センター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁。今日ヒットを放っている菊池、今日3打席目、4対3ホワイトソックス、現在リードは1点。アウトサイド空振り、ワンストライクノーボール。第2球は直球ボール、アウトサイド打った、ファウルボール、一塁へ牽制、外れたボール、ツーストライクツーボール。ツーツーピッチからランナースタート、打った、引っ張った、抜いていった、三塁送球、レフト線にダブルを放ちました。さあワンアウトから逆転のランナーが出ました。今日ヒットを放っている大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。一打逆転の場面を迎えています。打った、初球打ち、入れば逆転、どうだ、入るか、ホームラン、ホームラン、ホームラン、第31号逆転スリーランホームラン。大谷今日これが2本目のホームランです。初球を完璧に捉えました。巨大なスタジアムは大歓声の渦、これでホームラン数単独トップに立ちました。投手が逆転アーチを放ちました。今日ヒットを放っている庄司、6月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在の打率は3割1分5厘。チェンジアップ打った、高いバウンド、ボール、そして3球目ボール、1つ外した、直球打った、セカンドライナー、ツーアウト、庄司セカンドライナーに終わりました。今シーズン絶好調だ、スライダー外れてボール。さあ1球目ボールから、カットボール打った、これはやや上がりすぎたようです。掴みました、スリーアウトです。前半5回を終了して6対4大分2点リードに変わっています。ゲームはこれから6イニング目に入ります。今日マルチヒットのカルロス・クエルキ、今日3打席目、スライダーはボール、ノーストライク1ボール。さあ1球目ボールから、真ん中落ちました、落ちました、ヒット、クエンティン、これで今日3安打。さあこれでノーアウトランナー1塁、バッターはポール・コナーコ、今シーズンすでに2本のマルチホームランを打っています。現在5試合ヒットが続いています。さあ初球ストライクから、低めの球空振り、あっという間に2ストライク、一塁へ牽制、クエンティン飛び出している、あっと戻れない、一塁牽制アウト、ワンアウト。低め打ちました、ホワイトマン落下点に入ってセンター掴みました、2アウトです。コナーセンターフライに終わりました。今日2打席連続ホームランが出ているジム・トーミー、メジャー通算550本塁打まであと5と迫っています。今日3打点を挙げています。さあ1球目ストライクから、アウトサイド空振り、あっという間に2ストライク、インサイド引っ張った、スタンドに入りました、ファウル、ボール1つ外した、ボール。さあ6球目、豪快に引っ張った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。6回の表が終わって6対4大分2点。これから攻撃に入り大分、この回のトップバッターは今村、これが3打席目になります。さあ1球目ストライクから、カットボール見送ってボール、インサイドボール、抜けました、ちょっと力が入ったか。さあバッティングカウント、打った、引っ張った、サード取った、ワンアウトです。今村内野ゴロに倒れました。今シーズン絶好調のバットタスクマン、今日3打席目、さあ1球目ストライク、アウトサイド厳しい球、さあ1球目ストライクから、カットボール外れました、インサイドコーナー打ちました、セカンド取った、2アウト、タップマン、セカンドゴロに倒れました。バッターはホワイトマン、これが3打席目になります。ここでタイムです。ホワイトソックスピッチャーが変わるようです。ソーンも今日2番手としてマウンドに上がります。
スリーアウトになりました。最後はセンターフライに倒れました。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。前の打席はホームランのジャーベイン大、これが3打席目になります。ここでタイムがかかります。大分ピッチャーが変わるようです。キング今日3番手としてマウンドに上がります。ボール外れた、ノーストライクワンボール。さあワンボールから打った、バットが折れた、ショートが飛び、ショート取れない、ヒット、センター前ヒットになった。大センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、ここでタイムを取りました。どうやらピンチランナーを起用するようです。俊足のリリーブリッジ1塁に入りました。外角高め空振り、思い切って振っていきました。さあ初球空振りから、フェアか、ファウルか、スタンドに入りました、ファウル。縦のカーブ打った、入れば同点、どうだ、入った第8号同点ツーランホームラン、ナショナルズパークに叩き込んだ、縦のカーブを見事に捉えました。4対6、ホワイトソックス追いついた、今ホームイン。今シーズンは好調なバッティングを見せるウィルソン・ベテルト、現在7試合ヒットが続いています。ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます。松井今日4番手としてマウンドに上がります。サークルチェンジ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目、ショートから一塁送球、ワンアウトです。ベテミットショートゴロに倒れました。バッターはクリス・ゲッツ、現在打率は2割ちょうど。カットボール見送ってストライク、第2球は外角低めいっぱいストライク。さあ3球目、スローカーブ打った、取りました、ツーアウトです。松井ライトフライに打ち取りました。今日ヒットを放っているジェリー・オーエンス、今日4打席目。外角低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからスローカーブ打ちました、ファールボール、バットの先に当たりました。落差のあるスローカーブ、ストライクアウト。オーエンス全くタイミングが合いません。7回の表が終わって6対6、ホワイトソックスようやく同点に追いついています。大分この回1番からの好打順、今シーズン絶好調のイチロー、今日はここまで3打数ノーヒット、現在打率は3割3分5厘。ホワイトソックス守備を変えてくるようです。ピアジンスキー代わりましてリリブリッジ、ショートに入ります。リリブリッジ代わりましてアンダーソン、ライトに入ります。ワンアウト、前の打席でヒットを放っているユー、今日はここまで3打数2安打、今日4打席目、ストレート打った、飛びついていく、一塁転送、記録はヒット。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。今日マルチヒットの菊池、初球打ってきた、センター落下点、取りました。菊池センターライナーに終わりました。今日はマルチヒット大谷、前の打席は逆転スリーランホームラン、これが4打席目になります。低めギリギリいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、チェンジアップ打った、伸びる伸びる、まだ伸びる、入った、ホームラン、第32号ツーランホームラン、大谷2打席連続のホームラン、チェンジアップを見事に捉えました。これでホームラン数2位に2本差をつけました。貴重な一発を放ちました。今日ヒットを放っている庄司、6月に入って早くも5本のホームランを放っています。これが4打席目になります。長集中、庄司ライト前ヒットを放ちました。大分2者連続ヒット、まずは一塁牽制、サボボール見送ってストライク、一塁へ牽制球を送りました。さあ1球目ストライクから、決まった、ストライク、ランナー下、ストレート打った、ヒット、レフトからサードへ送球、大分今日2本目のダブル、これで今日は4打数の2安打。
俊足のザマ二塁に入りました。ボール低めわずかに外れた。ノーストライクワンボール。さあワンボールから引っ張った。サード掴んだ。一塁送球スリーアウトです。7回の裏が終わって8対6大分2点勝ち越しです。ホワイトソックス、この回は上位打線から始まります。バッターは7回途中出場のブライアン・アンダーソン。現在打率は2割8分2厘。Fire!
ッチャーを変えてきます。ウォード今日6番手としてマウンドに上がります。低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクから、フォッシュ外れました。ワンストライクワンボール。さあ3球目、低めの球空振り、バッター追い込まれた。空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。バッターはダイソーで出場のブレント・リリブリッジ、現在の打率は3割1分。初球的だ、ショート掴んだ。ホワイトソックス早くも2アウト。リリブリッジ内野ゴロに倒れました。前の打席でツーランホームランを放っているアレクセイ・ラミレス、今シーズンすでに2本のマスクホームランを打っています。今日2打点を挙げています。